配信者でなんか話しかけんの緊張した人誰かなぁライジンさん <laughs> 丸くなったの話を言うと俺が知ってる中だとシャルルだけどな一番はウルパンはね最初から知ってたんだよウルパンチ開くたびにあのウルハのぼやきが意外と上手でしょ <laughs> <laughs> 悩んでたかなわかんないけど。まあでもイベントごとって、なんか内容じゃなくて最近誰かに会えるかどうかなんだよな。釈迦さんいたら生きてえし、ジャスティいたら行きてえし、タラティックいたら生きてえし、ゲマゲマメンバーいたら生きてえしみたいな。で、なんか、あっちの方がいいイベントに見えんだ俺。V スポ。あれ俺たちでできねえのかなあの V スポのイベントマジでいいな。羨ましい。普通に客として行きたいし、 やる側としてもやりてもりよく知らないんだけどオフイベってこといやオフイベっていうかな別に何をイベでもいいんだよな <laughs> バスツアー開いてグラビア女優か AV 女優かよ配信者のバスツアー <laughs> カロリー高すぎたら何すんだよあれバスツアーってどういうプランなんだろうちょっと調べてみようさあさんモー娘。のバスツアーで調べてみてモー娘モー娘ってバスツアーしちゃってるんだ 飯田,飯田なんとかさんのバスツアーがひどすぎて伝説にバスツアーが開催される前日に結婚発表されたことをメディアに取り上げてしまいました <laughs> やべえやばすぎ結婚発表したアイドルのバスツアーどんな気持ちで行きゃいいんだよこれは参加費1万9000円に対して食事があまりにひどかったということで現在もネタにされているようですが意味不明なイベント大迷路 <laughs> やばなんか迷路みたいなところにイベントで行って、で、そのイベントでオタクが迷子になったんだって。そのオタクが置いてかれたらしい。<laughs> バスツアー。<laughs> 終わっとる。人数ぐらい数えてくれ。あ、今でもかなりあれなんだ。ネタとして使われてるんだ、これって。俺知らなかったわ。いや、なんかクオリティが低いっていうだけじゃなくて、それが結婚発表絡んだ後って考えるとやばいな。 そのバスツアーの参加者同士今でも仲良い話き <laughs> そりゃ <laughs> 地獄で共に戦った勇士みたいな友達みたいなんだろうな飯田伝説のバスツアーから10年以上経つのにいまだに伝説の地で飯田抜きの、えー、飯田オフ会が続けられているらしいいま <laughs> だにあるしねこういうのってアニメのコラボカフェとかでさ1年23回あるやんね コラボカフェはね、その知名度関係なく、もう別の委託になっちゃってるんだろうな。クソ適当だよね。本当に短期間で開くし、あれってずっと続くもんじゃなくて、リピーターとかを求めてないから、とりあえずアニメのタイトルで一回読んじゃえば勝ちなんだろうね。どんなことを言われても。ね、カフェがゴミだからといって作品がゴミになるわけじゃないから、なんか作品の方に迷惑もかからんそう。継続しないんだよね、あれって。絶対すぐちまうからな。ポーンって。 2 3ヶ月で今後でもオフラインとか開くんだったらそこら辺マジで気をつけないとなリスナートつみたいなマジで変な人に当たったことねえなジャスはこじらしたりしない人って怖いわジャスの配信スタイルもあるけどジャスに触れ合ってるファンを見ると結構フランクだよね「えっジャス!」みたいな「安田さん!」みたいな感じじゃないからさ怖そう。 ウエス・ジャスみたいな人がめっちゃ多いよ。ジャスのファンって。末っ子キャラだからね。いいとこでもあるんだけどね。そういう、アイなるとな。シサさんが注意してたって、シャカさんが言ってた。そャカするやろフフフ。<laughs> <laughs> まあジャスはそれが強みだからね。それと付き合っていかないといけない。シャカさんリスナーとかは多分もう真逆よ。シャカさんに話しかけるのは勇気いる。あー、そっかー。 配信者でなんか話しかけんの緊張した人誰かな俺マジでライジンさん。<laughs> 俺オンリーあの人と会うときはマジで一番最初ちょっと緊張したね。イメージがあるから。会ったらめちゃめちゃ陽気で優しくて熱い音だったけどやっぱね。 配信とかだけの印象でいくと、ライジンさんすごいから。しかも俺と会った時ってバチ尖ってたからね。今以上よ。丸くなってるから、彼は。筋肉がないことあったらすぐムシッとしてたし、ライジン。王様っていう感じだった、マジで。飲み会とか行っても王様って感じだった。でもまあ、もうそれは相当前になんか、ライジンが勝手に改善したのかな。マジで、 いいと,と雰囲気いいんだよな俺と雷神があったのって多分4年ぐらい前もっとなのかなわかんないけどもう23年前にそれは改善というか治ってて治ってて雷神いると雰囲気いいよ場所場が人は変わるんですねえロルカストかじゃないもっと前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 に変わってるそれ以外で緊張した配信者はいないかな シャカさんも腰パンだったしな俺もその話聞いたわ。なんかアバの大会とかで初めて会った時に、シャカさん見たら腰パンでなんか若干遅刻してきて、ウエスみたいな感じだったでしょあ人は丸くなるというか、あれなんだな。アバの大会で初めてオフラインでシャカキ会った時に、シャカキン DV 若干遅刻してきて、腰パンでもうほぼ決命して、でなんか、ウエス遅れましたみたいな。ウエスみたいな。あー、そうだ関さんだそうだ関さんが言ってたんだ もなんか若い時尖ってたよねみたいな丸くなったの話を言うと俺が知ってる中だとシャルルだけどな一番は本当にまあ先生とか言ってんのやばいわニコニコ時代のシャルル氏に今のシャルル氏見したら絶対信じないよどんな感じだったのニコニコ時代だってチャットでちょっと不満な空気あったら絶対ファイトしてたしいじられキャラみたいな人をフォーカスして替え歌歌ったりあの人 ツイッチ来てもしばらくは尖ってたからね。チャットファイトもしばらくやってたし。シャルル氏が落ち着いたのはここ1年ぐらいだ。1年半ぐらいかな。シャルル来人はバカ尖ってたな生徒持ってから。いや、なんかシャルル氏はそもそもやっぱりロルのコミュニティを大切にしてるから。ロルっていうゲームを愛してるんだよね、あの人は。あの人はね、ロルを愛してるんだよね。だから、その、コミュニティを活性化させたいっていう気持ちは前から言ってて。 そっちの側に回り出してから変わった。たぬき岩が唯一変わってないな。唯一変わってないかもしんない。たぬき忍者は本当に。ジャスは車買って、ブランドモンの T シャツ着て、東京に進出して。まあいい意味でライジーとシャルシア変わって。俺どうだろうな。なんか俺マイ、なんかマイペースってところがずっと変わってねえんだよな。 まちょっと最近人と絡むようになった <laughs> 俺ちょっと別に俺避けてたわけじゃねえんだけどな別にそういう意図は全くなかったんだけどそういう機会がなかったっていうのもあるしそもそも一人でゲームするのが好きだったから好きなんだよね一人でゲームするのがロルの時もそうだったけど 例えば配信で6時間配信した後俺は配信外で4時間ロスしてで配信休んでる日も俺は配信外8時間ロスするから1人でそれがちょっとこびりつきすぎちゃってて最近それが若干取れてきたっていう感じかなそのサビがきっかけが最近多くなってきたからねみんな他の配信者が結構から絡みまくってるからそういう機会を俺に振ってくれる人が増えたからそこに俺が入れる余地がちょっとちょっとだけあるね 最近はストリーマーコラボがめっちゃ多いね。めちゃめちゃ多いね。人とやるみたいなことがめっちゃ増えたね。まあいいんじゃないこの流れは。俺は。全然嫌いじゃない。みんなが。いろんな人が一緒にゲームをする流れっていうか。これが正解だと思うし。そっちの方が楽しいと思うから。俺も頼んその、そこの入れる隙間があったら入れたら楽しいしね。ラストみたいに。だってそれの逆がもう暗黒やん。おのお一人でやってさ。 おの,おの配信者が対抗意識燃やしてプラスして配信者が対抗意識を燃やすとリスナーも対抗意識を持っちゃっていいことないからさ今がベストだよなさはれあい禁止なれあいキモいんじゃとかなるのがマジで一番良くないから配信なんてソラ配信好きなのは悪いことじゃないけどね俺もよくするし、まあ、でもな慣れあいっていう言い方がなれあいってすごいな,なんかその友達と遊ぶっていうののさ一番下の言い方やん よくその言葉をチョイスするような慣れ合い。俺も VTuber 興味なかったけど、VTuber の筋にとか見るようになったしね。ほんとに VTuber とかマジってほぼわかんなくて。もともと知ってたのが、それこそ CR カップで絡んだ人たちと、あの、ウルパンはね、最初から知ってたんだよ。ウルパンチ。あの人、Twitter の投稿頻度高くて、君たちが好きだから、あの人のサブアカのツイートがなぜか知んだけど、めっちゃ流れてくんだよね。 そうな、そう、メイン役じゃなくて、サブ赤の、なんか、ぼやきみたいなのが、無限に流れてくるな。開くたびに、あの、ウルハのぼやきが。今日熱だ、みたいな。美容室がどうたら、みたいな。ぼやきが一生流れてて、さすがに知ってたね。とろろちゃんとアルしちゃん、スターのおかげで知ってた。とろろちゃん、とろろちゃんのこと好きになった俺のリスナーめっちゃ多いわ。スタさん大好き。 ハートハートハート,ハートみたいな。俺のリスナーがいるのを鍵あかにしてる。で、俺トロちゃんとコラボして、あの、ラスト一緒にしたじゃん。で、その後名前変わって、トロちゃん大好き、ハートハートハートになってたファッキンが。ふさげんな。取られた。たまにそいつ俺に DM 送ってくんだけど、トロちゃん大好きって名前で。お前名前変えるやつもそれはできないって言ってくるわ。それはできないじゃねえよ。まあでも俺もトロちゃんは好きかな。